バカな真似はやめるんだ。ゲームオーバーの条件は宝物を奪われること。そんなことをしたって勝負から降りられるわけじゃない。説明されてなかっただけかもしれないじゃない。だからってやめるんだ椿。葵、手を離して。自分が間違っていたよ。たとえゲームだとしても。だ、椿が傷つくところは見たくない。だからその探検から手を。椿？そう言ってくれると思っていたわ、葵くんならね。え？というわけで宝石ゲットね。あなたは優しすぎるのよ。渚ちゃんにもそこを突かれてたし、次からはもっと警戒しないとね。つまり？葵くんはゲームオーバーってこと。おい、今の音って。あー、石像だ！で、これ、葵の？ゲームオーバーになったのか？椿がやったのか？いや、まさか。私が巻いた後に一体何が。え、今の音、何なの？ロビーの方から聞こえてきたけど、葵と私の偽物が争ってるのかしら。いや、罠の可能性もあるのよね。というか、そもそも葵ってば、あんな嘘泣きに騙されるなんて。人が良すぎるのよ、まったく。面目ない。あ、葵、一体どこまで追いかけてたのよ。それこそあちこちって感じかな。結果、骨折り損、偽物だったよ。だから言ったでしょ。まあ、分かったならいいわ。そう言ってくれると助かるよ。だけど、椿を悲しませたことには間違いないし。葵？だから、そのお詫びとして、ゲーム終了まで椿のこと守り通してみせるよ。葵、ちょっと近くない？それに私たちは敵同士だって葵が。心配しないで、私のことを信じて。待って。どうしたの？くっついていた方が守りやすいのに。あなた、本物の葵じゃないわね。何を言ってるの？もう疑り合うのはやめよう。私、ゲームには疎いけど、葵のことならわかるわ。あなた、別人ね。土壇場で冴えてるわね、椿ちゃん。その喋り方、ヒーロー？正解。葵くんは最後の最後まで見破れなかったのに、さすがね。最後って？一番手強い相手を最初に退場させるのもバトルロイヤルの戦略の一つよ。葵くんは慎重だし、賢いし、心理戦も強い。だから最初からずーっと狙ってたの。それで次は私ってこと？けど、仕留め損ねたのは残念だったわね。葵くんの姿を借りれば、騙しきれると思ってたのに。私を甘く見すぎたわね。で、どうするの？そうね。ここは一旦引くのが定石だと思うんだけれど、これはゲームだから。こうして間合いに入れば、あっという間にお宝が奪えるの。え？あれ？その宝石、私の？
普段ゲームをしない椿ちゃんには悪いけど、これって簡単な基本操作なのよ。それと隠し場所は変えておくべきだったわね。そんなごめんね椿ちゃん。ことだけど、ヒーローは敵に回したらダメなやつだろ。そんなやつと一騎打ちなんてマジかよ。